ホテルプラザ。ホテルプラザ、英称、ザプラザは、かつて、大阪市北区大淀南2丁目に存在した、日本のホテル。朝日放送、ABC、現、朝日放送グループホールディングス関連会社の、株式会社ホテルラザが運営していた。1969年、昭和44年に ABC 社屋、当時、大阪タワーの南側に建設され、 同年10月10日に開業した。総工費は70億円。初代社長には住友銀行頭取であった鈴木剛氏が就任。日本万国博覧会の開催を翌1970年春に控え、ホテルプラザの開業は放送業界のホテル進出として話題を集めた。その背景にはこれからのホテルは単にベッドや飲食の提供にとどまら、 ええ混ざる人間同士の接触をを通じて、現代社会を動かす、情報産業でなななければならない、といとう考えがあった。ホテルは情報センターであるの考えを具現化すべくタイプライターやコピー、秘書、通訳といったオフィスサービスを導入600室を要したすべての客室にカラーテレビが設置されさらにはケーブルテレビなどホテル自体に送信設備を完備 変化する世界情勢に対応し、大阪ロイヤルホテルや東京の帝国ホテルと並ぶ、関西随一のプレステージ性を備えたホテルを目指していた。ABC 社屋及び大阪タワーに続き、大成建設がホテルプラザでも設計、施行を担った。工事に用いる機械の普及に加え、工程管理にコンピューターを導入。着工から2年弱で竣工を迎えた。 地上23階建ては建設当時大阪では最も階数の高い建物であった。そのため隣接する大阪タワーの南東方向の眺めが悪化。大阪タワー展望台地上102メートルホテルプラザはこれより幾分低いの利用客が減少する一因ともなった。1971年3年前の ABC 社屋。 大阪タワーに続き BCS 賞を受賞している。同ホテルはリーディングホテルズ・オブ・ザ・ワールドに加盟し、24時間、対応ルームサービスやホテル特製缶詰の販売を日本で初めて実施したほか、専属の楽団、プラザ・ストリングスの編成、プラザ・ミステリーツアー、日本におけるホテルイベントの講師など、隣接の ABC と連携しながら斬新な、 企画力と高品質のサービスを展開、戦後における日本のホテルの先導者的な役割を担ってきた。特に料理においては日本屈指の品質を誇ったことから、同ホテルは味のプラザと称され、日本国内外問わず愛好者も多く抱えていた。23階にフランス料理、ドランデブーカクテルラウンジ、ビスタラウンジ、サンダウナーバー。4階には、 欧風料理、ベルベデアー、中国料理、水園、日本料理、花切り、鉄板焼き、淀、ブルーベルバー。1階には、メインバー、マルコポーロバーコーヒーショップ、プラザパントリー、ティーラウンジをそれぞれ廃止、と、料院部門は極めて充実していた。また、4階に、日本庭園、プラザファッションプール、屋外型で夏季のみ、オープン。 地下1階には、プラザショッピングアーケードがあった。宴会場は、樹楽の間、第五の間の大宴会場をはじめ、大小15ほどの部屋があった。22階には、SF 作家、小松作業の事務所があった。1階のロビーには、彫刻家、向井良吉による巨大なレリーフ作品、花と女性が飾られていた。ホテルと大阪駅の間には、シャトルバス、 無料送迎バスが運行されていた千里山バスに委託。全盛期には1メートルあたりの営業収益は業界ナンバーワンと言われ、多額の利益を計上して有料企業と見られた時期もあった。しかし1992年、平成4年にホテル半球インターナショナル、半球半身ホテルズ、半球半身ホールディングス系列、1993年、 平成5年にウェスティンホテル大阪、スターウッドホテルリゾート、マリオットインターナショナル。ホテルプラザからすぐ、1997年、平成9年にザリッツ・カールトン大阪、阪神ホテルシステムズ。阪神電鉄系列がそれぞれ開業したことにより、梅田のホテル戦争が激化。ホテル自体の老朽化、ほとんどリニューアルされず、小規模の改修を行ったのみであったや、 シングルルームは20メートルに満たない、狭い部屋が多く、梅田から少し離れていることなどから、有効な対抗策を打ち出せず、経営環境が悪化。開業から30年、1999年、平成11年3月末をもって閉鎖され、株式会社ホテルプラザ自体も生産された。先日のレストランに在籍していた料理人は、 ホテル廃業ごたホテルに転職した者もいるが、ホテルプラザがあった福島界隈に新たに店舗を開業する者も多く、そのほとんどが当時彼の愛好者に加えて、口コミで広がり、リピーターを獲得するなどしている。また、水園のようにレストランごと独立開業したケースもあり、今でも味のプラザは健在である。閉鎖に至った原因は建物老朽化の他に、 人権費比率の高さも指摘されている。ただし、ABC と同水準の給与体系が適用されたわけではなく、あくまでも在販の他のホテルと比較してのことである。また、レストランが充実し24時間のルームサービスも実施していたため、従業員のうち料理人が占める割合も他のホテルより高かった。その結果、末期には支出に対する、 人件費比率が五十パーセント近くに上り、赤字決算が続いた。また、九百八十八年、昭和六十三年に約七十億円を投資して、淡路島にホテルプラザ淡路島を開業したものの、経営不振から九百九十四年、平成六年に閉鎖。撤退に伴う損失処理に追われ、本体への設備投資が、競合が激化し最も必要だった時期に、 後手に回ったことは否めない。さらに、ABC がデジタル放送を開始するための放送設備費用を確保しなければならなかったことや、社屋の将来的な建て替え問題などを考えた結果、これ以上の追加投資は不可能と判断したためと言われている。閉鎖後は、IDC 大塚家具が梅田ショールームとして1から4階にテナントとして入り、東屋にはザプラーザの文字が入ったままだったが、 ABC が福島区ホタル町に建設した新社屋2008年平成20年に転し IBC 大塚家具が梅田ショールームを大阪南港ショールームへ統合するために2010年平成22年12月31日限りで閉店したのに伴い解体されることとなった1階ロビーのレリーフ花と女性は IDC 大塚家具のショールーム時代も設置されたままで解体を前に ABC に引き取りを打診したものの断られ、同社が一旦引き取った上で公共施設への寄贈などによる保存を模索したところ、向井良吉にゆかりの深い世田谷美術館が受蔵することになり、2012年3月から一般公開されている。解体工事は2011年。 平成23年2月1日から竹中工務店により開始され、解体には同社が開発した竹中ハットダウン工法が導入された。その後、2017年1月に積水ハウス、三菱実所レジデンス、東急不動産など5社の共同企業体が、 ホテルプラザ及び ABC センターの跡地を取得、高さ最大178メートル、敷地面積約1万メートル、900個規模のタワーマンションを建てる計画があると報じられた。跡地は2016年末に取得済みで、名称はグランドメゾン新梅田タワーザ・クラブレザデンス、ザ・クラブレジデンス、計画では2022年完成予定としている。ホテルプラザ・アワジ島。 兵庫県南淡路市、ホテルプラザ神戸、旧神戸ローザンヌホテル、神戸市東灘区六甲アイランド神戸、ファッションプラザ内。ホテルプラザ勝川、愛知県春日井市。なお、13にあるホテルプラザ大阪をはじめ、プラザの名称が関されたホテルは、全国各地にあるが、上記のホテルを除きそれらとの関係は、一切ない。 ABC の芸品館の役割としても知られ、かつては、元 ABC アナウンサーの井上井明、元 ABC リブラ社長、現、フリーアナケンナレーターが社長を務めていた時期がある。ABC テレビの長寿番組、新婚さんいらっしゃい。では出場記念品としてディナー付き宿泊券と、味のプラザギフトセットが贈呈されたことで、全国的な知名度も少なからずあった。 司会のカツラフミエ、当時はカツラ氏がいつでもご利用いただけるホテルプラザディナー付き宿泊券、後に味のプラザギフトセットが加わる差し上げます。と発していた。なおホテルプラザ閉鎖後は番組の収録が行われているリサイタルホールがある新朝日ビル内のリーガグランドホテルの宿泊券が贈呈されるように言った。しかし現在は贈呈もなくなり、 出場記念品紹介もトーク開始前に行われるようになった。収録も新車屋内にある ABC ホール、通称、キュキュホールに移った。また、ラブアタック。では、商品がこのホテルのレストラン、ベルベデアーのディナー券だった。また、当ホテルのフランス料理フルコースの早食い競争も行われていた。閉鎖前年には、ABC ラジオの人気番組パーソナリティ、道上洋蔵。 ABC アナウンサーの三大沢康二、宮根聖ほ他が担当番組中で、ホテルプラザでディナーショーをやるとの企画を打ち上げたところ、チケットは即日完売だったとの逸話も残っている。さらに長寿クイズ番組、パネルクイズアタック25では、番組収録日のスタッフ、司会者らの最終会議の休憩時間に皆なでケーキを食べる慣習がある。これは、 初代司会者の小玉清がホテルプラザで朝食を食べた後、スタッフらにケーキを買ってきたのが始まりである。ネットチェンジ後は1981年頃にキー局テレビ朝日にも関東地区向けに静止画 CM を出稿したことがあり、予約受付の電話番号は東京支社のものを表示していた。このほか、スカイエーの阪神タイガース関連番組でも使われた。 他、1990年代の ABC テレビのオープニングクロージングでは、ホテルプラザの映像や、ホテルや ABC 社屋、大阪タワー、ザ・シンフォニーホールを含めた、いわゆる、ABC センターの CG が使われていた。2010年、平成22年11月25日から11月28日に、大阪、南港の ATC ホールで行われた。 イベント a b c t s w e e t マ m a ェ s h 2 0 1 0クリスマスとの出会いではホテルプラザケーキ復刻カフェとして同ホテルで作られたケーキ類を再現、販売した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。